は、大阪府大阪市上東区出身の元プロ野球選手。2020年からは東京ヤクルトスワローズ一軍、内野守備走塁コーチを務める。1998年、中学2年の夏に、甲子園球場で、明徳義塾 VS 横浜を、スタンド観戦。コーチの強豪を、明徳義塾の戦いぶりに感銘を受け、このチームで、甲子園に行きたいと決意し、 入学した。入学後は1年生より、レギュラーで、甲子園に4度出場、出場した全13試合で安打を記録した。首相として3番、遊撃で出場した第84回全国高等学校野球選手権、大会で、明徳義塾の初優勝に貢献。決勝戦では、 リードしたまま最終回を迎え、西になったところで感極まって試合中にもかかわらず、号泣したが、この光景が映像として残存しており、この年の熱湯甲子園のラストに使用された。春の甲子園では、中日ドラゴンズで、チームメイトとなる、吉見和樹と初戦で対戦した。2002年のドラフトで中日ドラゴンズから一巡目、指名されて入団。 辰波和義の後継者として期待されての入団だった。中日選手時代2003年8月6日の対広島戦で大打出場し、プロ初打席に左越えの二塁打を放った。8月7日には8番遊撃で初スタメンも経験した。2004年フレッシュオールスターゲーム出場、ファーム、日本選手権制覇に貢献した。 2006年5月から6月に、正治類種だった、荒木正宏の故障中に、スタメンで出場し、無失策だった。2007年4月22日、東京ヤクルトスワローズとの試合で、代打出場し、立山翔平から、プロ初本塁打を放った。4月24日の対広島戦に代走として、出場した際、エンドランを阻止され、タイミングは、 完全にアウトだったにもかかわらず、スライディングにブレーキをかけて、松本孔明の足狙いのタッチを避け、松本がもたつく間に、松本のグラブをまたいで、ベースを踏みセーフになるという前代未聞のプレイになった。本人は、タイミングを見計らって、意図して急ブレーキをかけたと語っている。ウエスタンリーグでは打率、316.6本塁打、42打点で、3部門で、 チームトップの成績を残し、最高出塁率のタイトルも獲得したが、岩崎達郎らの台頭もあって徐々に出場機会が減少した。2008年4月23日の対福岡ソフトバンクホークス2軍戦で、4回裏虫満塁のチャンスで三振に倒れて、ベンチに戻ってきた、土の上強しを二軍打撃コーチの高柳秀樹が、激しく出席。 ベンチにいた森岡は高柳に抗議し、一触即発の状態となった。翌日の24日の練習前のミーティングで、二軍監督の辻初彦は、高柳の発言を擁護し、逆に森岡に避難する発言をし、森岡に一週間の禁慎処分が課された。その後、二軍で主軸を張り、一軍では5試合に出場したものの、首脳陣との確執は最後まで続き、 この事件が要因となり、オフに戦力外通告を受けた。東京ヤクルト選手時代1回目の12球団合同トライアウトを受験し、ヤクルトが獲得を発表。12月2日に自由契約工事。12月4日に福岡ソフトバンクホークスから移籍した吉本良、オリックスバファローズから育成選手で契約した。 田中祐希と共に入団発表を行い、背番号は68に決まった。2009年、内野のポジションを守れる器用さが認められ、7年目にして、初の開幕一軍入りを果たした。9月8日には、第1打席で移籍後初本塁打を放った。10月9日の大阪新戦で中盤から二塁手として、出場すると、 鳥谷隆の痛烈な安打を全身で止めて、内安打に抑え、二類走者の生還を防ぎ、その後の得点を防いだ。このプレイについて、後日、宮本真也は、あの守備が非常に大きかった。あそこが抜けていたら負けていたかもしれないと話しており、チームの3位争いにとって、非常に大きな好守備となった。2010年は、なかなか一軍での出場機会はなかったが、 イースタンリーグでは、首位打者を獲得。守備率もトップであった。シーズン終盤、2軍での成績が認められ1軍に昇格。打率3割ちょうどの田中博康に代わり、先発出場した。2011年には、5月26日のオリックスバファローズ戦で、初のヒーローインタビューも経験した。川端慎吾、川島慶造。 荒木隆弘という劇種のレギュラー美会が次々と離脱したため10月29日からの読売ジャイアンツとのクライマックスシリーズファーストステージでは全3戦に先発出場3戦すべてでアンダを打ち特に第3戦では7回裏に貴重な追加点となる敵地打を放つなど見事に穴を埋めてみせた試合後にはお立ち台に上がったが9年目の 森岡ですけど、お立ち台、2回目です。おしっこ漏れそうでした。と絶叫、満員のジングル球場のファンを明かせた。このシーズンは、自己最多となる52試合に出場し、安打数も、自己最多の22本を記録した。2012年シーズンは、プロ入り後初めて100試合出場。内野の3ポジションを守り、自己最多の61安打を記録した。 2013年シーズンは自己最多の109試合出場73安打を記録した。2014年シーズンよりヤクルトの選手会長に就任する。オープン戦では振るわず開幕スタメンは新人の西浦正しに譲ったもののシーズンに入ると一転して打撃好調で。 4月11日の横浜 DNA ベイスターズ戦で右脇腹の肉離れを発症し離脱した時点では、打数は少ないながらも5割超の打率を残していた。復帰後も、主に対右投手の際に、スタメン起用されアンダーを量産、一時はクリーンアップに座ることもあった。夏場以降は、打撃の調子を落としたが、自己最高となる打率、276を記録した。 2015年は、大引刑事の加入と自身の打撃不振が重なり、75試合出場、打率、188と大幅に成績を落とした。オフに、選手会長のポストを、川端慎吾に譲る。2016年は打率、06 5と大不振で、9月26日に2016年限りでの引退を発表。 本拠地最終戦となる9月28日の DNA 戦が森岡の引退試合となり、6回に石川正則の代打で出場。大歓迎の中、初級を打って2塁頃となり、現役最後の打席を終えた。2017年から一国屋志高地補佐の就任が発表された。その後、引退理由としてイップスを発症したことを明かしている。 11月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPB スタン選ンバツの内野守備総類コーチを務める2018年シーズンから2019年シーズンまでは2軍内野守備総類コーチを務めた2020年シーズンからは1軍内野守備総類コーチに配置転換された現役時代は 内野のユーティリティープレイヤーとして活躍。ヤクルト時代の2015年には選手会長としてチームのリーグ優勝に貢献した。愛称は森助。明るい性格と強いリーダーシップの持ち主。現役時代はムードメーカーとして同僚や首脳人からの信頼を集め、ファンからも愛された。つば九郎によると、いつも大声を出して、 ベンチをこぶしているという。ありがとうございます。